まあ、急遽ではないんだけど、予定通りなんですけど、俺の大好き二人に参加してもらうことになりました。ちょっと自己紹介お願いします。はい、サナトスの背番号20は反則です。よろしくお願いします。お願いします。背番号2番山崎浩介です。よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、今日もシーズン終わったということで、もうお酒を飲みながらね、まあちょっと話しましょうと、はい、食事を食べながらで、ちょっといいお酒も美味しいお酒も手に入ったんで、乾杯。はい、乾杯。お願いします。お願いします。いやでもちょっと早速ここはさ、 K はさ、こことはプレイしてるじゃん。だけど、やっぱヤマトはプレイできてないと、その入れ替わりだから。で、でも同い年なわけよ。はい。で、ちょっと、K からヤマにちょっと言いたいことがある。怖い。待って、ここ話したことあった。ね、いや、初めましてです。初めまして。こいつです。いや、ちょっと、K の方から。え、でもこういうのもいいね。なんか YouTube でさ、確かに初めて。はい、ああ、そうっす。そうそうそう。じゃあ、お願いします。今日昼ごはん菊池太一と行ってきたんですよ、うん、その時に今日そのみんなから何と呼ばれてます。山でいいですか。山がそのと速攻さんがもう来るよって言ったんですよ、うん、確か、うん、山くんが高校の時に試合僕としてしたらしくて、その時のことを言われて本当に謝りたくて。ちなみに何したの。何しましたいや、リュウケイじゃん。はい。で、俺がオーミーユースで、はいはい、練習試合かな、練習試合した時に、はい、俺が削っちゃって、でも全然覚えてないと思うんだけど、うん、で、膝から血出して、あ、俺が、ケイが。その後のセットプレーの、多分リュウケイが攻撃で、俺が守備の時の、こう、ケイが歩いてきて、俺に。うん、で、俺、白いユニフォームで、赤いユニフォームで、うん、で、俺の白いユニフォームに、その、膝から血出たもん、こうやって。あ、血つけたよ。いや、ちょっと、絶対面白い。まあ高校の時、まあ、バカでしたね。でも、プロ1年目は、ちょっとその勢いも、まあ、正直やってて、これ本当に、俺このまんまだと、本当にやばいなって自分で気づいて、もう気づくんだ。やめました、そういうの。デビュー戦もだって、もうなんかそういう感じだった。なんか、エピソードあってね、1年目。結構こいつ面白いの、これ、もうなんか聞きました。デビュー戦僕、リーグ、セレッソだったんですよ。うん。で、その時に、なんかその、僕、右サイドハーフで出てる、うん、途中から、左サイドで、その時いたキム・ジンスっていう新潟の左サイドバックと、うんうん、南野拓くんが、ちょっとごちゃごちゃってなって、うん、こうバーってなって、逆サイドから走ってで、その時、セレストの、もう自分が知ってたその有名どころを、もうやめろよ、みたいな。もう18歳だ。18で、はい、そしたら、まあ、まず柿谷選手に、うん、お前誰やねんってな。まあまあ普通じゃないですか。うんうんうん、で、杉本健佑選手に、うん、お前誰だってめちゃくちゃ知ってたんですけど、お前が誰だってで、試合終わって、その時に握手するじゃないですか。うん、お前終わったら来いっていう、うんうん。で、セレッソのバスまで謝りに行って。え、だからもうそんなんばっかしてる。それ何一人で謝り行ったの。なんか先輩来てくれた。兄方の先輩が一応ついてきてくれて、うん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 、謝り行ったんですけど、うん、いやでもその時も怒られてる、セレッソの選手、うんうん、いやでも謝って、いやだから1年目もうそういうことばっかしてる。あーすごいね。いやだからもう本当にこれ良くないってさすがに気づいて、もうそっからはもう練習でも試合でも削られても、もう絶対そういうのはもう、あ、もうそっからなんだ。そうです。え、マジで出さないからね。え、そうっすよね、うん、なんか、トスの試合とか、見たときに、なんか、やられても血つけてなかった。敵に血はつけてなかった。
本当にごめん。まあでも、リュウケイがなんかそういうイメージだったから。そうそうそう、そうじゃん。何なんだろうね。俺やっぱ、高校はリュウケイ。ユースはベルディ。だからやっぱなんか、その、ポサが出てる気がする。うん、感じない？その出身ってわかりますよね。その、そう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 、あ、ベルディ育ちっぽいなとかなんか。そうそうそう、確かに。リュウケイっぽい。リュウケイっぽい。いや、申し訳ないわ。え、そこわかる？リュウケイとかさ。聞いたことある。ケイとか、タイチ。そうそうそう。の出身高校で。先輩だ。あ、そうそうそう、K がね。だから、ベルディは、J のチームだとベルディじゃん。うん、ベルディが、今、有名だ、小林幸喜。畑中。ああ、畑中。畑中も？でも、畑中はちょっと、丸くない？和田拓也とか。ああ、うん。でも、多分もベルディっぽくはないか。安西幸喜とか。ああ、今、まあ、歌手も。え、てか、まず、俺、ソッコが、こんだけ日本語喋れるんだよっていうのも俺は分かってほしかったね。ソッコだって日本何年目？今、11年目。今年。だって、もうさ、これぐらいの会もさ、だって通訳今日の、まあ、カーヤンさん、いない。でもなんか、ソッコさんとのコミュニケーションで、カンさんちゃんと入ってるっていうか、その、あんまりないっすよね。なんか、うんうん、完結しちゃうから。そう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 。だからさ、監督のさ、その大事なところとか、やっぱ、要所者、カーヤンさん。力入れたら2人で喋ってて何のさその、うん、むしろ K の方があるじゃん。そう2人で喋っててさ、なんでこんな伝わんねんだよみたいな。あ、そうですね。そうそうそう。あの大地とかもそうだけど、いや、よく俺はそれすげえ分かるんですよ。よすごいよね、やっぱね。そこすごい。今まで一切勉強したことない。勉強できるんだ。へえ。日本語、うん、じゃあ1年目とか2年目とかもう自然に覚えた。自然に、すげえ。自然になんて絶対分かんないよ。絶対分かんないです。だってさ、なんか結構さ、彼女作るとさ、その国の言葉覚えやすいとか言うけど、そっこだってさ、もう大学の時からだもんね、奥さん。そうそうそう、そう大学からって、結構、広島で結婚して、もうずっと一緒に海とか。え、奥さんは日本語喋れるの？まあ、少し。いや、すごい。でもなんか韓国語って覚えやすいって言うけど、なんか、日本となんか文法の、あれが違うんでしょ。あ、一緒だけど、多分中国語がもうちょっと難しいと思う。あ、日本語より。言葉とか。へぇ、うん、なんか発音似てるやつ。ありますね、結構。なんか、なんか似てる単語だと、キムチ。いや、それは、まあ。え、キムチ、キムチ、そうそうそう、キムチ、キムチ。キムチ一緒、うん、あ、一緒もん。おでん、おでん。おでん。おでん。逆に俺は韓国語を忘れてたら、もう。あ、え、マジっすか。韓国行くじゃん。うん。でも、結構俺、日本語出ちゃう。すごいね。え、夢は？ん？あの、寝てる時のさ、夢。あの、あんまり俺は夢。あ、夢見ないタイプ。うん。韓国行くじゃん、もう日本語出ちゃうから。あーちょちょちょ、え、なんだっけ、韓国出てずっともう、私日本こんだけ長いと、うん、そうなっちゃう。まあ、それで話せるのもそうですね。そっこさんもすごい、すごい、すごい。そっこさんが兄貴だよ。いや、ほんとそうよ。おねえ、だおねえ、おねえだよ、ケイは。おねえはやだ。おにぃ、おにぃ、おにぃ、あ、おにぃがいいね。おにぃ、おにぃ。いや、さっきケイがその、兄貴って言われてるじゃん。確かに。でもその、兄貴って言われることで、なんかちょっとふざけたり、とかしたときに、なんかその、兄貴キャラじゃないのに、兄貴って呼ばれることで、やりづらいじゃないけど。その、東京の選手にも、みんなに言われるんですよ。なんでお前が兄貴なんだよ、みたいな。でも、東京は誰が兄貴なの？誰が兄貴だ。森重さんとかじゃないの？長友さんとか。まあ、そうっすね。いや、でも、そっこさんみたいな人がこう言われるべきなんですよ。確かに。それは本当もう、うん、多分誰からも慕われるじゃん、絶対。それは間違いです。後輩の面倒見いいしさ、うん、兄貴、鬼、あ、鬼良くないの？俺なんだ、気が楽です。楽になったでしょ。鬼でいいわ。鬼で鬼で鬼でお願いします。K のこと、これが鬼でお願いします。兄貴はもうそっこさん、うん、そう。いや、もう絶対でもそうなんですよ。こう島か K、うん、大将を見たらどういう人間って。え、もう最高最高。え、ほん、え、もう、ほんとに、この二人にも言ったんだけど、やっぱサッカー選手になった、なってよかったところ、俺は、その面白い人間に、やっぱいっぱい出会える。うん、そのエネルギーあってさ。で、やっぱこの二人はトップに来ますと。1位はやっぱ決めれないけど。でもやっぱ山とかそこも、やっぱもう、めちゃ、もうそのトップに入る。やっぱ。ってくらい、でも違う俺。違うって大丈夫。だからそ、山もだけど、人間性がさ、完璧、最高じゃん、じゃない？結局人か。結局人だね。え、そっか、みんなから慕われると思う。あれじゃない？結局俺がお金出すからじゃない？いや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 。
それもあるそこは、それは大きい。いや、じゃあでもマジで、そもうさ、基本練習のさ、姿勢とかさ。ベースそこありきのプラスアルファみたいな感じです。うん、見てくれてますよ、そこさん、うん。俺、いつだっけな、去年かなんか練習してるときに、その日の練習が多分、俺もちょっとあんまり良くなかったんだった、うん、その、全体として、ね。うん。したら、その、若いやつら集めて。あー、やばかったです。あったよね。はい。叱ってて、それを。うん。あ、良くないですね、これだと。で、その次の日からやっぱ、そいつらすげえなんか、うん、ちょっと変わった感じとかして、うん、ああいうの言えるのってね、なかなか言えないじゃないですか。そ, ね、その練習終わって直後とか。うん、だから飯とか行ってたからまた、あれ、全員集めて。いや、確かに全員ちゃんと集めてました。若手で、ね。そう。でもあの時感じたでしょ、ね、まあ、あの時は、うん。いや、でもその、言う、そっこさんが、そんな、毎日言わないじゃないですか。うん、うん、そう。要所で、ね。みんな集めて、うん、相当響いてます、ね。だって変わりましたね。何事だよ。何事もね。全部がっついちゃダメよ。全部がっついちゃちょっと。山はお酒強いのよ。あ、強いですか？タンクが違うじゃん。まあ、うん、確かに。これらよ。いやいやいや。まず、兄弟説ありますからね。確かに。確かに。体格も。いや、でも山も、俺多分 K 一緒にプレイしたら好きだと思う。マジで同じチームで。で、わかるでしょ。人間的にも。人間としてはもう、初めましてですけど。感じてる？いや、もう感じてます。だって、なかなかね、自分の血つけてきたやつと握手できない。申し訳ない。やられた方はそんなの絶対忘れないからね。やばい。いや、もう、いや、なんか、よりちょっと冷めました。本当申し訳ない。最高だよ。本当に聞くんだよね、K のその、やばい話は。え、それなんですか？YouTube でも言える範囲のやつで。え、だから、その、俺がさ、夫婦で YouTube やられた、バン乗りながら、俺のゴードンミラーあるじゃん。はいはい。俺の車。のハイエースに乗りながら、夫婦で日本一周してる、ライクサタデーっていうチャンネルがあって、で、その旦那さんもサッカー部の。で、しかも、田代の一個下の後輩なの。無難高校。で、その、なんかの大会で、で、俺最近すごい仲良くしてもらってて。で、この間もトス来てくれてて。で、その高校の時に、無難で、竜慶となんかの大会で宿舎が一緒になって、先に無難が入ってたのって。で、なんか多分、泊まってる階も一緒で、はい。竜慶がそのホテルに先に入ってて、で、無難が遅れて入ってたのって。そしたら、奥で、もう、ヤンキー座りみたいにしながら、中指立ててるやつがいたの。こっちめちゃめちゃ睨みながら。もうやべえやべえやべえで、調べたら、小泉慶だった。しかも、それが、一個下で、マジか、やばいやついたよな、みたいな。でも結局プロになって、やっぱ、ああいうやつが、プロになるんだな、って言ってたから、いや、それは違うよって言ったら、そういうやつだけがプロになるわけじゃないよ。でも、あれは本当、あいつ本当一緒のチームでやったら、もう誰もが好きになるし、っていうのをちゃんとフォローしていたけど。いや、いやー、情けない。全部飲む。いやいや、ダメダメ。いい、大丈夫。まあ、まあ、オッケー。まあ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 。いやー、でも、美味しいからね。ほんと、山にもそうだし、そういうのなんか、人からやっぱ聞くの多くて、うん、なんか後悔しかないですね。いや、でもめちゃくちゃ面白いよ。ほんとに。言わないっすよ。いや、いいエピソードね。はい、本当に面白いで、しかもそれをさ、これ K がさ、中途半端に終わったりしたら、あれだけどさ、こんだけも結果出してさ、いやいや、出してね、すごい選手でさ、あともうここ2人タイトル取ってますから。確かに。先は取ってんの？取ってないですよ。取ってないんだって、K。え、待って、そっこはタイトルどんぐらい取ってんの？ J リーグは3回。3回？え、広島そっか、鹿島。ルヴァンカップを1回、天皇は1回、シュッパカップも。ああ、スーパーカップ。うん、あのシーズン前の。ああ、それ一回。ゼロックスっていうの？ゼロックス。それ一回。え、いや、まずだって、ソックさん、オリンピックとワールドカップ。そうだよね。行ってるもんね、韓国代表。まあ、行ってるけど、まあ、ミョンボさんが。ホミョンボ。もう、ミョンボさんが。だから、ソックのこと気に入ってたっていうか、評価してくれてた。そうそう。へぇー。ホミョンボさんはさ、やっぱ韓国のもう、英雄。まあ、ほんともう、知らなかったらもう韓国じゃないでしょ。ああ、っていう感じ。うん、中田秀俊みたいな感じ。まあ、そうそうそう、そういう感じ。ちょっと今、柏の監督。岩田さん？岩田さんと結構。ああ、代表でね。そうそう。
でも先週の時もプレイ一緒にやったんじゃないかな、うん、あレイソルだったから、ね、レイソルあでだから20番が本名さんが多分つけてて、でその後リータナナミさんがそのつけて、そうそうそう、あの時モンボさんとハンソのユーサンチュル、え誰サンミューサンチュル、ユーサンチュルの前ハンソのファンソのフォード、あ分かんない、ファンソのあの時多分トップ10かも、多分あのへえジェリューでファンソの、うん、どこ多分知らないでしょ、分かんない、えジェリューでプレイしたんですか、知ってる知ってる、あへえ宇宙名も、へえ韓国で、いやすげえ、で ACL は取ったらいいんだっけ、取ってない、じゃもう全盛期すごいよ、すごい、でもやっぱ感じたけどやっぱり優勝はいいでしょ、そうっすね、すごかったっすね、うん、なんか俺も初めてでしたけど、うん、やっぱ最高でした、あの雰囲気とか、うん、その試合で前のアップの雰囲気とか、うん、そうそうそう、これはやっぱリーグにはなかなかまたない雰囲気、うん、めっちゃあるな、マジいいよね、いいっすね、テンション上がるじゃん、うん、でさ、勝ったらお金も入ってきてさ最高じゃん、すごいお金いや、稼ぎたいね、絶対ここ2人を仲良くなってた、仲良くなってたっていうか、まあ一緒にいるかは分かんないけど、多分お互いリスペクトし合ってたって言える、あ、マジっすか、うん、でもいつか2人一緒にやると思う、マジで、うん、絶対、うん、神が言ってるから、言ってるです、山いい、山いい、山いい、みんな言いますよね、うん、いや俺も吉島君とこの間電話した時もめっちゃ言われて、うん、だから俺さ別にセンター、まあトス来てセンターバックだけど、うん、やっぱさ今年まあ、山と田代組んだり、山と速攻組んだりしたけど、やっぱもう、何の文句もないっていうか、なんか、いや、そりゃ山出るよっていう感じ。だからさ、来たばっかの時は正直そんな知らなかったけど、山のこと。でも、あれもさ、初めさ、開幕、速攻と田代の予定じゃん。いや、俺もうキャンプの途中で怪我しちゃった。田代が怪我してたっす。うん。え、そうだっけ？で、速攻さんがもう出る予定で、でもその、週で怪我してるじゃないですか。うん。そうだね。開幕戦の2日前。で、山も復帰して1週目だったんだよね。そうそうそう。あ、そうそうそう。ああ、確かに。うん。で、俺もその週に部分合流から最後の方は全体合流みたいな感じで。うん。あ、そっか、そっか。え、じゃあその時センターバック誰打てるとそっこと。渡ると、シーンよ。あ、3枚だっけ、初め。あ、そうだ、初め3枚だ。あ、そっか、そっか。それでだ。それで、でもそこもさ、速攻がもし怪我しなかったらさ、多分山サブ予定だったじゃん。ってなったらまた全然わかんなかったよね、話が。スタートがわかんなかったです。で、そこでさ、パフォーマンスで出し、いいパフォーマンス出したからずっとスタメンだったけど、そこがなかったらさ、うん、って思うとやっぱ面白いよね。わかんないですね。タイミング、しかわかんないよね。まあでも5-1ですけどね。いや、まあ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 。開幕戦は。おー、確かに。湘南の。はい、あ、 でもあれもさ、VAR でさ、2回ぐらい取り消されたじゃん。うちの。で、まあ、VAR だから確かなんだけど。なんかさ、タイトルをさ、やっぱ取ったことないじゃん。俺が。強いチームっていうのにあんまりいたことがないから。やっぱ違う雰囲気とか。違いますね。いや、俺は、途中からでいい思いさせてもらったみたいなチームだから、全然。しかも、いたチームがさ、広島、うん、鹿島、清水。あ、そう、鹿島もうさ、一緒にやってない。一緒にやってるんです。でもやっぱ鹿島はすごいって言うじゃん。聞く。いやー、まああそこはちょっと別格かもしれないですけど。三尾さんと一緒にやったっけ？三尾さんはやってないです。あ、やってみたかったです。三尾さんのあれが大きかったから、うん。そこいつも言うよね。いつも言うけど。いやでもすごいらしいっすよ。うん、ねえ。それ経験してみたかった。まあ、本当に。兄貴。兄貴、マジで兄貴。でもあの人がいなくなってから鹿島苦しんでますね。うん、そう。相場さんとか。うん。うん、え、何がすごいの？その、岡沢原さん。そんな言わないけど、うん、試合中とかも練習中も、なんかいい言葉一つ一つが、なんか、パッと主張するような言葉だから、あの時俺と庄司と奈緒、うんうんうん、上田と上野の人で、右が大悟くん、左が山本、シュートな。何も言わないよ、でも。ソワさんとか、でもポイントだけ。確かにソワさんもすごいですね、うん。もういつもリチャさんがソワさんに顎を打って。え、そこ同い年。同じ同じ。でも毎日競争だったよ、毎日。うん、もうちょっとミスったらもう試合出れないから。それあった。いや、紅白戦がやばいっすよね。
俺こんなやばい後半戦あるんだって思いました。俺が行くときは、水曜日は絶対後半戦20分させておいて。え、もうそれフルコートだよ。マジですか？フルコートで。フルコートで、フルコートで。いや、あと11対0、どこのチームも結構やるじゃないですか。うん、あのフォーメーション練習、うん。あんな緊張感のあるフォーメーション練習は、マジでないです。あ、そう。ちょっとなんかミスって、そう、なんかあるじゃないですか。ちょっと空気。でもなんか、限界は、みたいな、うん。なんかもう、ミスったら本当にやばいみたいな空気感が。でもなんかあれも上の人がなんか頑張ってパフォーマンスで、そうそうそう、僕がいた時はそれ遠藤康さんとか、ね、なんかそういう多分光夫さんとかを見て、うん、だってさ監督がさ結構なんか、まあ、絶対どのチームもやるじゃん、フォーメーション練習でも結構監督がさおいみたいなで緊張感出たりするけどさ、おそんな感じじゃない、もう選手がってか、まあ普通に俺がいるときは選手だけ、うん、もう大体選手たちがあの雰囲気を作って、うん、ずっと同じで、何なんだろうね、なんかやっぱさ選手はさ入れ替わってるけど、だ今もさ樋口優太、優太と連絡取ってもやっぱめちゃくちゃ激しいっていう、なんか確かに選手はさ前変わってるわけじゃん、うん、でもさそれがさどんどんこう引き継がれてくってさやっぱすごいよね、もともと昔からいたあのユマとか、うんうんうん、普通のキーマンがあるから、うんうん、誰が来てもあの雰囲気で、うん、スーッとやるから、うん、すごいよ、うん、すごいですね、本間が結構頑張ってる多分、うん、今、うん、だって普通のチームだったら今年が 5位6位とかっすね、うん、普通のチームだったらいいっていうか、うんうん、よく上位もう優勝しか評価されないんで、解任だもんね、変わっちゃったし、まあそこがすごいですね、うん、求められてるのはちょっとレベル高いっていう、経験してみたいわその緊張感、いや、まあ、あるけどさそのどの、あでもなんかすげえなって思う、羨ましいわ、かっこいいわすごいよ、でもソックさんがサッカーで一番大事なのは何だと思いますって僕、うん、もうめっちゃ覚えてるんです、うん、キャンプの時聞いたんです、うん、もう言うやんマジわかるかもしれない。俺昔はやっぱテクニックだろうとか、うん、ポジショニングだろうとか思ってたけど、やっぱ今何一番大事だろうって考えた時、やっぱ気合、その、なんつうの、もう気持ちの強さ。黙って今年の福岡見たら、ああ確かに、うん。うん、あれは強かったよ。うん、そうだね。もう確かに。めちゃくちゃ良かったよあれは。そっかさん鹿島いた時奈良ちゃんはいました。ええ、あ奈良ちゃんいないか。僕の時です。そうか。俺は同じポジションだったけど、うん、やっぱ奈良ちゃんは結構結構てかすごいなって思う。あの人すごいですか。うん、すごいと思う、同じポジションだけど。何がすげえ、なんだろう、奈良ちゃんなりにキャプテン任されて、うん、いろんな重圧あって、それをこう奈良ちゃん多分言葉とかもあんまり上手くないけど、うん、それすげえ上手くこう自分で考えて、あ発信してるし、うん、選手にもちゃんと締めに行くんですよ、うん、こうなんでそこでみたいな、こうピリッとするじゃないですか、うん、そういう雰囲気とかを同い年だけど、俺はそういうのあんまりできないから、うん、あいや、パシロンできるその自分でくる、いやいや、俺は確かにね叫んでるだけなんで確かに年齢上がるにつれて球際大事になってきて、あの、千葉君はあれじゃないですか、育ってったところはレイソル赤の確かにユースからね、逆に技術が良かったか、良かったで、なんかもうそこは当たり前だろみたいな、その球際とか、あでもむしろそこが一番難しいなって思う、その気合いのとことか、うん、今となってはね、そのそこの根性みたいなのは、そのさ何歳になってもさ新しいサッカーに触れたらサッカー上手くなるなって思うの、うん、その気持ち次第で、でもさまずその気持ちを持つのもさ言ったら気合いっていうか、なんつうメンタル面大事じゃん、うん、だから別に30歳超えてもさサッカー上手くなる人は絶対いるしさ、でそれを受け入れようとする精神面、メンタルとかじゃん、うん、だけどそのなんか球際の行くとかやりきるだけ K と言ってさ、なんかああいうもう刈り取るみたいなのって、やっぱなかなか大人になってからつけるのってむしろそこがなんか一番難しいのかなって思う、ポジショニングとかはなんかこうある程度さ習えるけどっていう、そう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 、確かに球際って習うなら気持ち、田代のヘディングとかさ、例えば、例えば、そうそう、大事、あれ。その、突っ込めるとかさ、うん、もう、行くじゃん、もう、田代。そうそうそう。行くしかないっすかね。うん。ケインも、
あれは竜慶で。育ちは確かに。そういうちょっと育ちかもしれない。うんうん、でも逆に、何も出ないっすよね、正直。僕はだから島君みたいに止める系を持ってやっていけばよかったなって思います。で、そういう育ちで育ちで。その、小さい時からね。あ、そうっす。結局、ないもん出ないです。ないもん出ないだね。何事も。何事も。先に、田代と、まあ、ケイが、ね、ケイも、すいません、わざわざ時間作ってもらっちゃって。いや、ありがとうございます。田代も、ありがとうございます。なんか、もう最後、二人は先に抜けちゃうんだよ。どうなっていきたいとかさ。なんかあります？あります？え、ね、サッカー選手。そしてしても、まあ、男の人。ああ、いや、まあ、サッカー選手になるよ、もう俺、しがみついて。うん。うんもうやれるとこまでやって頑張りたいなと思ってます、うんうん、一回死んだ身なんでそこ、うん、作ってもらった命はまあそうだよね、はいまあ、気になる人は田代まさやで、はい、田代まさやグーグル入れてもらって、うん、まあねでもそこで本当地獄見てるもんねいやもう自業自得なんで、まあ、でもそこで出会った人たちとかなんかそういう人たちからいろいろ学ばせてもらってここに立ってるんでだから本当奇跡継続中ですいや、ほんと奇跡だよね。いや、もう意味わかんないっす。いや、ほんと、いや、ほんとすごいよね。いや、すごいっすよ。ここからさ、またさ。意味わかんない。いや、すごいっすよ。あと、あれっすね、こうやって移籍してまた、福岡でも、なんかサッカー、仲間ができて。うん、うん。またそういう出会いとかも、今年で30、来年31になりますけど、うん、まあそこを、どんくらい続けられるかわかんないですけど、うん、しがみついて、たくさん仲間作りたいなと思います。うん。うんまあ、いいよね。ほんとにいいよね。そういう。なんでお前ちょっと笑ってんだ。いや、笑ってないです。いや、いいこと、いいこと言います。遺跡の良さだよね。でも、いろんな人に出会える。ああ、ちょっと、地脈増えますね。マジ増える。ちょっと、最後。いや、一緒っす、一緒っすよ。僕もしがについて、頑張って。俺が後の方が良かったっすね。うん。いやいや、でも、なんか、まあ、しまくんと、たしくんよりは、そっこさんみたいな男になりたい。いや、ちょっと、いや、どういうことえ、いや、俺、K は、お兄は違うじゃん。いや、これサポーター、さっきも言ったんですけど、サポーターってほんと見てるじゃないですか。結局。うん。だから分かってる。そっこさんに。この3人で誰が男として素晴らしいかってなった時に、うん、もう間違いなくそっこさん。それは、俺それは否定しない。もう絶対そう。俺もそれ手あげる。いや、俺そこ引けないよ、俺は。いやいやいや。やらかしやらかしなんなんで、だってもう山ちゃんえ、マジえ、じゃあ結婚するのは誰このいや、もう山ちゃんか、そういうことなんですよだってもうまずもうまず見た目でやだおかしいだよ、お前見た目で判断しちゃってが一番見た目きつい見た目きつい見た目はいいけど、中身やばいそれが一番ダメだからねでも、聞いてなったらまあ、山ちゃん俺は初めましてで、うん、中身はそこまで深く知らないですけどもう、このメンバーで来てるもう素晴らしい人なんだなって思うし、うん、まずその、いろいろあった中で、うん、こうやって来てくれるってことに対してもう圧倒的にここなんですよいや、俺 K はなんか俺を選んでくれる気がしてたそれは先輩として好きっすよ、うん島くんは。先輩としてとは、こいつ多分みんなに出すもんだって。そうだよね。はい、いやいや、ガバガバだから。いや、先輩としては、ガバガバだよ。先輩としては、それみんな好きじゃないですか。三人とも好きですけど、その結婚するならとか、うん、いや、そこは自分でもっと分かってください。都合のいい女にはなれる。よくないね。でもじゃあ、結婚するなら、はい、二人でしょ。はい。じゃあ、彼女だったらどう？彼女。いや、彼女でもきついな、二人は。いや、じゃあ、顔はみんな一緒だ。じゃあ、俺、女性で、顔はみんな一緒。ああ、いや、だから中身だけってことですね。まあ、やのちゃんの中身はす、うん、でも、いや、しまくんはきつい。マジだったら、ちょっと、たしくんは、ちょっと上がります。いいまあ、そうです、ね。ああ、ちょっと、その、そうだよ。中身は。中身は、うん。外にある。3年間、彼女だったら。しまくんはきちい逆に中身だけだったら、うん、もう、もう、ていへん。マジいやいや。結構俺、深く考えるわ。いや、その、いや、その、彼女としてってことっすよ。うん
僕は先輩じゃないですか。いや、もう最高の先輩っすよ。でもその彼女とか異性として見るのはもう絶対嫌だ。絶対圧倒的3人。いや、ありがとう。ありがとうございます。好きで。え、逆にどうっすか？知らんけど、彼女結構。絶対にない。え、だからじゃあ。俺いる、結婚してんだよ、俺。ごめん。千春の気持ちになってみてよ、ちょっと。いや、だからタイプがあるじゃないですか。うん、確かに。好みというか。うん、確かに。え、逆にソッコさんから見て、うん、この4人だったら。確かに。まあ、彼女でも嫁でも、誰がいいですか、うん、俺は島。わかってくれてんのよ。やっぱり、そっこさん、通じ合ってた。ちゃんと見てくれてるから、そっこは。ほんと練習してるから、俺は。そう。いろいろね、この空気読めたり、間違いない気配りできたり。そっこさん、ダメかも。ちょっと違ったかもしれない。いやいや、ありがとう。楽しかった。本当に。じゃ、ほんとごめん。ほんとありがとう。確かに。ちょ、頑張って、また、また、チャージがお願いします。私も決まり次第報告します。あ、またっす。ちょっと待って、ありがとう。ありがとうございます。いや、でも本当にファンカンの時は泣きそうなんです。嫌だった選手、そこが今までキャリア通して嫌だったフォワード、 J リーグでは2人いる。